今回はご家庭でも簡単に作れるチンジャオロースの作り方を紹介します。豚肉の細切りが難しいので少し作るのが大変なんて方にお手軽でコスパのいい豚こまを使い簡単に作れる方法です。タケノコなし、オイスターソースなしで材料も味付けも少なく簡単に作れます。それでも本格的で味も満足できる仕上がりにできますよ。それでは作っていきましょう。ピーマンは半分にカットして種とワタ、ヘタを取り除きます。種とワタには栄養がたっぷりなので気にならない方はそのまま使ってもいいでしょう。今回は見た目や食べやすさを優先して種とワタを使います。ピーマンは縦に細切りにします。縦に切ることで火を通しても食感が残りやすく苦味も感じにくくなります。あれば赤ピーマンも入れると彩りも良くなります。なければ普通のピーマンだけでも OK です。これでピーマンのカットができました。豚こま肉を細長い方を縦にして広げ重ねて並べていきます。並べたら端から細切りにしていきます。包丁を押し出してから服を繰り返して切り余すときに外側に倒す感じで切ると切りやすいです。これで簡単に豚肉の細切りができました。豚肉に下味をつけます。塩と黒胡椒を少量入れます。醤油を数滴入れます。よく揉み込みます。卵を少量入れ肉に混ぜます。片栗粉を少量入れまぶします。最後に油を入れコーティングしておきます。材料はピーマン3個、赤ピーマン1/2個、豚こま 180g、生姜のみじん切り小さじ1です。フライパンに豚肉を入れてから火をつけます。油を入れずに豚肉の油だけで作ります。豚肉をほぐしながらフライパンに広げるようにして炒めていきます。肉の赤いところがだいたい見えなくなるまでじっくりと炒めていきます。豚肉に9割ぐらい火が通ったらピーマンを入れて炒めていきます。ピーマンを入れてからも鍋を振ったり煽ったりせずにじっくりと炒めていきます。火力は普通の家庭用のガスコンロですが、初めから最後まで強火で作っていきます。
豚肉からあふれ出た油をピーマンに絡めるようにして炒めていきます。ピーマンがこのくらい油でペタッときたら OK です。そうしたら一旦取り出します。このままのフライパンに生姜を入れ炒めていきます。豚肉から出た油がフライパンに少量残っているので、これを使って生姜を炒めていきます。生姜をじっくりと炒めていい香りを引き出していきます。ここに紹興酒を小さじ1くらい入れます。醤油を小さじ2杯くらい入れます。醤油を焼いて香ばしさを引き出します。ここに鶏ガラスープまたは元を溶いたものを 30cc 入れます。スープを煮立たせます。火を弱火にしてからフライパンを傾け、水溶き片栗粉を小さじ1弱入れとろみをつけます。その上に炒めた具材を入れ絡めておきます。あとはスープと具材がしっかりと絡まれば完成です。さらに盛り付けます。これで豚こま肉で簡単にできるチンジャオロースの完成です。ポイントは豚肉をコールドスタートで炒め柔らかく仕上げる。豚肉からあふれ出た油でピーマンを炒める。ピーマンを炒めすぎないように一旦取り出しシャキシャキ感を残しておく。紹興酒と醤油をフライパンで焼くように香ばしさとコクを引き出しスープと合わせる。具材を戻す前にスープと水溶き片栗粉を合わせることでたまにならずなく失敗しづらい。このポイントを押さえて作れば完璧ですよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。